唾や飛沫が飛ばないようにマスクを装着します。今日は新しい手作りのマスク、少し大きめなんですけども、これをつけてお伝えをいたします。習志野市長の宮本大輔です。現在4月17日金曜日午後2時頃でございます。今日私スーツネクタイなんですけども、これから県庁に赴きまして協議をいたします。その内容についてはまた明日お伝えをいたします。昨日全国に緊急事態宣言が発令されました。全国的な感染者の拡大傾向への対応と、人の移動が多いゴールデンウィーク前の警戒を含めて発令されたものと受け止めています。感染症の拡大は人の交流によって起きる、人の交流がなければ封じ込められるという趣旨でございます。習志野市もさらに緊張感を高めてまいります。そして毎日このような形で現時点での情報、お知らせしたいことを発信してまいります。みんなで情報を共有し、みんなで考える機会にしていただければ幸いです。それでは今日は少しお知らせ項目が多いですけども、お知らせいたします。はじめに市内における感染者の発表状況についてでございます。昨晩の千葉県からの発表はありませんでした。なお昨日までに10例が確認されております。引き続き規則正しい睡眠、食事、休養をとってストレスをためずに免疫力を維持してください。そして鼻と口をマスクする、手を洗うこと、これを習慣にしてください。政府によるマスクの配布がいよいよ始まっております。皆さんのご家庭にも順次郵便で届くこととなります。マスクは新型コロナウイルスとの戦いの象徴的なアイテムとなっています。収束が見えない中で不安や疲れが強くなってきている頃かと思いますが、何卒もう一度気持ちと空気をどんどん入れ替えて感染拡大防止に取り組んでください。次に町会、自治会の活動についてです。いつも習志野市のまちづくりにご理解いただいている町会、自治会の皆様にも大変なご不便をおかけしております。このような状況の中でもご協力いただきまして誠にありがとうございます。ちょうどこの時期は本来は総会のシーズンであります。予算編成や決算期でもあります。総会などの会合につきましては、今千葉県知事から集会所の使用制限が要請されている中ですので、お控えいただきますようにご協力いただいているところでございます。改めてのお願いですけども、会議はできるだけ書面でお願いいたします。そしてどうしても会議の必要があるときなんですけども、以下のことを守っていただければと思います。まずはじめに、飲食しながらの会議は唾や飛沫が飛び散ります。ですから絶対にやめてください。お茶を飲みながらの会議、これは絶対やめてください。会議は密集しないスペースで窓を開けるなどして風通しを良くして、そして全員鼻と口何らかにマスクをしてください。そして30分に1回は大きく窓を開けるなどして換気お願いいたします。そして休憩の時に、飲食するとき、ものを飲んだりするときは必ず休憩の時にお願いします。でその時は話をしないでください。会議の時にお話はマスクをしてやっております。ですので休憩の時は今度は話をしない、それはなぜかというとマスクをしてないからです。これ守っていただければと思います。そして食べ物あるいは食器、これは手渡しを含めて共有しないでください。やはり飛沫がついている可能性があります。その手でどっかを触ってしまう可能性がありますので、ぜひお控えください。そして今申し述べましたこのこと、実行していただいて普及啓発も含めてぜひ皆さんに広めてください。ぜひお願いいたします。なお
市役所への届け出の書類であったり、補助金の申請などにつきましては、期日は設けてありますけども、決して慌てず急がず、ぜひ相談してください。冷静に対応していただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。続きまして、市営ガス、市営水道料金、そして下水道使用料の支払いの猶予についてでございます。最近の状況において、特例措置に基づく生活支援貸付を受けた方については、従前に各料金の支払いを猶予することをお伝えしておりますが、今回対象を拡大いたしまして、貸付を申し込まれた方につきましても対象といたします。詳しくは習志野市企業局電話番号 047-475-3321 にお問い合わせください。市営ガス、市営水道、そして下水道使用料金のお知らせでありました。続きまして、習志野市の職員の勤務体制についてでございます。今とにもかくにも人と人との接触を削減する、このことが要請されております。習志野市も緊急体制を実行いたしております。もちろん市民の皆さんへのサービスが低下しないように、習志野市としてはまず執務の分散と通勤の分散、そして法令で認められた特別休暇の適用で対応いたします。その方法は土曜日、日曜日、祝日を使いまして、そして時差出退勤も行って、休止中の施設、会議室の活用、休止中の施設や会議室の活用を通して庁舎内の職員の密度全体を下げる、そして同時に通勤時間帯の混雑の緩和を図ります。また土曜日、日曜日、祝日や特別休暇を活用して職員の休むタイミングを変えることによって、食料品の買い物など必要な行動場所、行き先の混雑を避けることにも期待しております。これらは社会全体の密集、密接、密閉の3密を作らないで人の接触を削減し、自宅待機を促す作戦の一つです。なお適用する職員の健康や妊娠、保育施設への託児の状況については十分に配慮いたします。正直なところ現在の体制では在宅ワークを取り込めませんでした。理由は実は市役所で行う使っているコンピューターの回線は全て庁舎内で使う専用なんです。ということで自宅の回線を使用して作業することに対応しきれていないという状況がございます。このような混乱の中では新型コロナウイルスと同じくらいコンピューターウイルスが非常に危険だと言われております。本市の大抵の文書は個人情報やその特定につながる情報が混在しておりまして、漏洩が許されないデータばかりでございます。まずこの局面をしっかり乗り越えて、それから必ず改善します。ご理解のほどよろしくお願いいたします。最後に公園の駐車場の閉鎖についてです。4月15日にもお伝えいたしましたが、明日から公園の駐車場を閉鎖いたします。再度のお知らせでございますけれども、特に週末駐車場がある公園の利用者が大変多くなっておりまして、中には大勢で会食をしているなどの現況にふさわしくない状況が発生しております。大変心苦しいお願いとなりますが、今必要な外出さえも極力自宅の周辺でお願いします。屋外でも密集、密接、密閉、3密にならないようにしてください。公園や砂場、公園の砂場や人気のある遊具には子どもたちが密集している状況が指摘されています。このままですと遊具さえも制限しなければなりません。それぞれお使いになる人で場所を譲り合っていただきたいです。どうかよろしくお願いします。
お知らせは以上となります。明日と明後日の過ごし方に悩んでいる方も多いと思います。今はできる限り人と接触しない、できる限り鼻と口をマスクする、できる限りマスクを外しているときは話をしない、できる限り手を洗う、できる限りこれを習慣にする、このことが大切です。会食しない、このことも非常に大切で、このことは食べようならしのでテイクアウトやデリバリーは OK ですので、ぜひご活用ください。日本は今強制はしていません。国民が主役の民主主義、つまり要請をしているわけです。これまでもみんなで乗り越えてきました。未来のためにみんなが優しさでつながる町習志野、これは習志野市の将来都市像です。未来、当面はいつも2週間後ですね、2週間後のために今ここでみんなで努力しましょう。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、移さないためにかからない、実行しましょう。